こんにちは、東京外国語大学の学長の林です。今の質問ですけれども、まあ、よく世間ではこのように思われていますけれども違うんです。言語学習はあくまでも現地を深く知るための手段です。私たちは語学の学習を通じてその地域の文化や価値観に対する知識を深めて、その上で政治学から文学まで様々な学問分野で勉強をしていく、そういう大学です。タフスでの学びにはその地域言語っていう学びと、あと〇〇学、学問分野っていう、その2つの大きな柱があります。でこれはつまりその自分の興味のある言語地域っていうものをまず選んで、それに加えてその〇〇学、政治学だったり宗教学だったりっていう、その〇〇学っていうのを選ぶことで自分だけのオーダーメイドの学びができる、まあ、それがタフスの大きな魅力ですね。特に〇〇学については他大学と違って入学前に事前に選ぶ必要っていうのはありません。でその確かに原文、国社、国日っていうその3つの学部の大きな括りはあるんですけれども、ただその入学後にこう1年間かけていろんな授業に出て勉強してみる中で、その自分に合ったぴったりの学問を探して選ぶことができる、これもまあタフスの学びの中の一つの魅力だと思います。卒業時には自分の選択した〇〇学の理論、私の場合は政治学だったんですけれども、その理論を用いて自分の勉強してきた地域への理解であったり、その専攻した言語で集めてきたその一次情報だったりを整理して卒業論文を仕上げるっていうのがまあ一般的だと思います。It is frequently asked whether a student specializing in other languages can study English or not. Of course, you can study English as well. For all of the students, there are a few programs for learning English, such as GLIP, Global Linkage Initiative Program, and ESC, English Learning Center. There, whatever language you specialize in, you can improve your English level to the point where you can use it for academic and business.Besides that, there are many classes that are held in English. And in some classes, while they are taught in Japanese, teachers use English materials as textbooks. That is common here in Tufts. If you enter Tufts, even though you do not want, you must have opportunities to use English in your daily lives. So, please do not worry about it.高校よりも外大は完全にアットホームな場所だと思います。まあ、というのも、1年生の時には外語祭で、料理店を運営したり、2年生では語劇をするということで、まあ、固い絆で結ばれるのが外大だと思います。で、さらに、先輩や後輩、教員の方などを通して学ぶことも多いですし、さまざまな相談ごとに乗っていただけるので、そういった中で人との関わりというのはすごくある場所だなと思います。専攻語で、活動することももちろん多いんですけれども、それ以外にもさまざまな授業があるので、そういった授業の中で他の専攻語を学んでいる方、授業だけじゃなくて、サークルや部活という中でさまざまな交流をすることができると思います。近年、グローバル人材の育成ということで多くの大学が、留学生と同じ教室で、授業も英語で行うといった国際的な学部を立ち上げています。しかしグローバルな人材というのは単に英語が話せて世界中の人とコミュニケーションが取れるというだけでは足りません。環境の問題、紛争、差別といったさまざまな問題や、あるいは世界でビジネスを成功させるためにはその土地の価値観を知って、現地で何が大切にされているのかということを深く捉えることが重要です。この現地の目線で考える姿勢というのは、単に英語を使えるということになっても身につくものではありません。英語でコミュニケーションが取れるというレベルのその先、その土地の言葉を身につけてとことんローカルと向き合い、複雑で入り組んだグローバル社会に挑む、これは私たちの大学の、でこそできることだと思っています。